村、ここは奪いきりませんでしたが、ただこの終盤でも鹿島の選手たちはしっかりとプレッシャーにいっています。奪いに行くタガート、さあカウンターになる、タガートドリブル、後ろから町田が行く、タガートが振り切って、最後からタガートは町田行きませんでした。タガート最後はもう気持ちに飛びたいな感じですね。頭出してますもんね、最後ね。